皆さんこんばんは。3月30日、ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、就農支援窓口を一本化、 JA グループなど4社常駐福島県。福島県は就農から経営発展までを一貫して支援する県農業経営就農支援センターを4月1日福島市内に設置します。県 JA グループ福島など4団体の職員約20人が1つのフラに常駐し、就農後も含めたあらゆる支援に対応するとのことです。続きまして真ん中ですね、日ハム新球場に農業学習施設。北海道日本ハムファイターズが30日北広島市にオープンした新球場、北海道ボールパーク F ビレッジ内に大型の農業学習施設が開業しました。球場を訪れた全国の野球ファンらがAI や自動で灌水、施肥、農薬散布などをできる装置などを使った最先端のスマート農業を体験できます。ゲームなども用意し、家族で農業に親しんでもらうとのことです。それでは最後下ですね、ご飯1日3杯なら食料自給率6ポイントアップ、農水省試算。国民1人が1日に米を3杯食べるようになれば食料自給率はカロリーベースで6ポイント上昇する。29日の衆院農林水産委員会で農水省はこんな試算を明らかにしました。同4杯食べれば15ポイント上昇するといいます。2021年度に 38% にとどまる自給率の向上へ、米の消費拡大の重要性が改めて浮き彫りとなりました。自民党の細田氏の質問に対し、当省の杉中大臣官房総括審議官が答弁しています。1人当たりの米の年間消費量をご飯に換算した場合、現在は1日に 2.4 杯食べている計算になるといいます。1人1日あたりの供給熱量を一定とし、国産米の消費が増えた分、小麦などの輸入品が減ると仮定して機械的に試算した結果として説明しました。当省によりますと、1965年度は国民1人当たり1日に5杯の米を食べていました。少子高齢化や食生活の多様化に伴い、半世紀余りで半減したことになります。政府は食料農業農村基本計画で食料自給率を2030年度に 45% とする目標をかけていますが、近年は 38% 前後で横ばい傾向です。目標とは依然開きがあるとのことで、同省の試算結果を聞いた細田氏は、今よりも1杯多く食べれば明日からでも 45% の目標は達成できる、国を挙げて米を食べる運動を進めるべきではないかと訴えたそうです。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪耐寒仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規就農の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全天候型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす、新しいレジャー空間の提供ですとか、
または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。